皆さんこんにちは作家の本田健です、えー、今日はこの動画を見てくださってありがとうございます、えー、この動画は50代にしておきたい17のことこの本を、えー、読んでくださった皆様にお届けしています、えー、これはですね実は40代だった、えー、10年前に書いた本なんですけども、えー、よく50代のことが分かってるなと思って今50代の自分が読んでもああなるほどなるほどと思って、えー、自画自賛でいい本書いてるなと思って、えー、参考になりました え今日はこの中からお話をしたいと思いますけれどもえ、一番最初にえ残りの人生でやりたいことを決めるということを書いてます。え残りの人生というと、もうだいぶ、えー、なんか年を食っちゃった感じがするかもしれませんが、えー、実はですね、皆さんが健康的に活躍的にのあと15年、えー、長くて20年ぐらいだと思います、えー。今までこの本のシリーズを書くために60代、70代、80代の方にインタビューしましたけど、えー、大体ですね、60代で1回大きな病気をしたり、 あるいは、どっか国家痛くなったりするのが60代です。なので、もし皆さんが50代でどこも痛くなかったとしたら、非常にラッキーです。どっかでですね、えー、腰が痛い、足が痛い、膝が痛い、えー、首が痛い、まあそういうふうになるもんなんですね。まあ、そういう意味で健康的に、えー、そしてお金もですね、50代が一番稼げる時です。なので、えー、お金と時間と体力が一番余っているのが50代ですので、ぜひですね、何をやりたいのかということを決めてください。 そういった意味では、えー、社会的な責任も、えー、あったりとかします、えー。あなたが本当にやりたいことをやろうと思ったら、えー、誰かにノートをやらなくちゃいけないこともあると思います。あなたが本当にやりたいことのためには、えー、本当はこれ言っといた方がいいんだけどなっていう会合にはですね行かない。そういったことをやらないと、えー、なかなかいつまでたってもあなたの時間は取れなくなります。えー、そして、えー、自分のルーツを尋ねるっていうのもですね50代にやっておくといいんじゃないかと思います。えー、しばらく会ってない。 友人と会ってみたりあるいは同窓会に行ったり自分の生まれ故郷を訪ねたりということもぜひしていただきたいと思います今のうちのおじさんおばさんとかに会っとかないともしご両親が亡くなっている場合はあなたの小さい頃の話そしてあなたが小さい頃お父さんとお母さんがどういう人物だったのかこういったことはもう永遠に謎のまま終わりますなのでぜひ今ですね えー、親戚とかと会っとくといいんじゃないかなというふうに思います、えー、あと愛を育むロマンスを取り戻すってことも書いてるんですけども、えー、50代はですね人生が枯れてくる人たちが結構います、えー、あなたのセクシャリティも細っていて、えー、なんとなく誰かを愛する、えー、恋愛する、えー、という生命力エネルギーがどちらかというと細っていきますなのでここで、えー、仕事を愛するパートナーを愛する家族を愛する何かを愛する こういったエネルギーがないとおじいちゃんおばあちゃんになっていくということになります。なのでここにはですねマイナス20歳で生きるというふうに書いてるんですけども30代の時その感覚で生きようとするとちょうどエネルギーが出てきていいんじゃないかなというふうに思います。家族との圧力を解消するもしお父さんとお母さんがまだご存命の場合まだつながってない許せないところがあるとしたらそれをできたら許す。 あるいは許してもらうこういったことも大事でしょうし、えー、皆さんのお子さんいらっしゃる場合には何かうまく、えー、わだかまりがあってまだ解消できて,ない,できていない場合には、えー、それを解消しておくってことも、えー、とても大事だと思いますあとはですね、えー、趣味をライフワークに、えー、進化させていくことができるのも50代ですもう10年20年やってることはひょっとしたらプロとしても何かできることがあるかもしれません、えー、時間を命と考える あなたののこれからの時間は命ですぜひ無駄にしないようにしていただきたいと思いますし自分のお金もですねじゃあどれだけ稼いでどれだけ使ってどれだけ残すのかってこともそろそろ考え始めてくださいそして自分は何を残せるのかってことも考えてくださいこれをお子さんに残すとかってこともそうですけれどもこの世界に何を残すのかっていうのが50代に考え始めるとちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますあとは20代の友人を持つとか え、はめを外してみるとか、本音で生きるとか、え、これを50代でやっていくと、え、楽しくてワクワクするような60代が、え、着られるようになります。50代のキーワードは、とことん楽しむです。え、特に、え、社会的に縛られたり、え、父親として、母親として、あるいは息子娘として、え、あるいは、例えば課長、部長として、え、いろんな責任があなたの上に、え、のしかかってきます。なので、そういう役割を、え、演じるって傾向になると思いますけども、 そういったことをすべて忘れて、あなたが本当に楽しいこと、ワクワクすること、これをやってください。これは50代の幸せな生き方です。というわけで、今ちょうど僕も50代ですけど、最高の50代を一緒に楽しみましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。本田健でした。